Hello everyone, 留学パパです。Hello everyone, 娘のエリンです。はい。あっという間に年度末ですよね。高校留学を考える皆さんにとっては、気持ちを新たに留学準備をしていこうって思ってる人も多いんじゃないでしょうか。はい、えー。留学準備は何をやったらいいですかという、ね、質問もく多くなってるよね。はい。ということで、毎回長期休みの時に開催しているあの企画をご案内したいと思います。 はい高校留学準備オンラインセミナーですはいどんな内容をやっているのか改めて説明しますね高校留学を考えている人やすでに高校留学が決まっていてこれから渡航するという人を対象に留学前にこれを知ってたらよかったとエリン自身が経験したことや 留学パパがいろんな留学生やその親御さんと話をしていてやっぱりそうだよねって感じたことなどをお話しします。えー、普段の動画ではお伝えしていないリアリティのある裏話も含んだ特別なセミナーです。はい、このセミナー毎回たくさんの人がね参加してくれてすごく嬉しいです。そうだね。普段はあんまり大げさなことは言わないんですけれどもこのセミナーだけは本当にね内容が濃くて。 知っているのと知らないのでは同じ留学をしてもその中身がガラッと変わるぐらい大事なことばかりです。やっぱりセミナーとか講座って聞くとこう黙って人の話を聞いてると思う人も多いと思うんだけどこのセミナーは参加型なので一緒に考えたりたくさんの気づきや学びがあるんだよね。そうだね実ははははこののセミナーは動画ででほほぼ語っててなないい内容ばかりになりにににまます特に楽しみにしてしみ中学校卒業まで 英会話もまともにできなかった娘のエリンが実際に現地に行ってどんな困難に直面してそれをどう乗り越えていったか例えばゼロからの友達作りのこと英語力もないのにすべての科目で英評価をもらうといったね大きな結果につなげた理由など生々しい裏話をエリン本人の口から皆さんにお伝えします、えー、そして僕の方からは 留学する中高生はもちろんなんですけれども、親御さんにとっても重要な話をお伝えしていきますよ。海外で生活するっていうのはどういうことなのか、何をどう準備しておけばいいのか、そして親としてどう子どもたちに接するべきなのかなど、目から鱗の話が満載です。 はい、えー、留学経験者の立場と留学する子どもを応援した親の立場の両方の視点で大切だと感じていることを素直にお話ししたいと思いますはい肝心の開催日時ですけれども4月9日日曜日、えー、時間は13時から17時半を予定しています、えー、結構ね長いんですけれどもあっという間の時間になりますよ、えー、今回は無料ではなくて有料のセミナーになります この動画を見てくれている人の多くは中高生だと思うのでご両親とも相談してもらう必要があります、えー、手を挙げてくれた人に直接さらに詳しい概要や費用申し込み方法などをご案内しますね、えー、その後正式に参加したいということであれば申し込みをしてもらえたらと思いますじゃあまずは興味があるという人は LINE でメッセージしてもらう感じだね はい、えー、メッセージをもらったからといって参加確定ではありませんのでまずは気軽に興味がありますというコメントをくださいね、えー、詳細を確認してもらってから判断してもらえたらと思います、えー、これは人数制限はあるのはい今回はね参加してくれる皆さんとできる限りコミュニケーションを図りたいというふうに考えているので人数限定で開催します、えー、今回の定員は20名です先着順で 変員になり次第締め切りとさせていただきますので、参加したいという人はね、ちょっと急いだ方がいいかもしれません。でもどうしてもその日は都合が合わないという人は、録画とかでも、えー、視聴できるんでしょうか。はい、えー、本当はね、リアルで参加してほしいんですけれども、どうしても都合が合わないっていう人のために、セミナーの内容を録画してアーカイブ配信も行います。えー、ですのでね、気軽にご相談くださいね。 えー、私が実際に留学中に経験したリアルな話をするコーナーもあるので普段の動画とは違うあんな話こんな話までですねたくさんしたいと思います。はい毎回盛り上がる座談会もあって、えー、皆さんと一緒にぶっちゃけトークができる時間があるのもいいよね。うん、繰り返しになりますけれどもまずは興味があるという人は LINE アットからメッセージください。 詳細を見てから希望者は正式な申し込みをしてもらえたらと思います。はい。一人でも多くの方にお会いできるのを楽しみにしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time!